2月14日、世間ではバレンタインと呼ばれるこの日、ホストの皆さんにとっても特別な日。職業イケメンで知られるエアグループの皆さんもこの日は学生服で営業を行う。ということで今回はそんな皆さんの貴重な学生服姿をお届け。職業イケメンの彼らのバレンタイン事情、さらには胸キュンセリフもお届けしちゃいます。AAA、 エース、アートのイベントの様子をお届けした前回、今回はエルフ、オールホワイトの営業に密着。エルフのロゼです。これはなんか普通に高校のそのまま使ってます。まあなんかこれ10回ぐらい来てるんですけど、まあいつもイベントの時はこれを着てます。あ、じゃあ何回かもやってるか。そうですね、もう着慣れましたね。まあ、やっぱしっくりきますね。はい、まあ胸キュン、まあ一言いいですか。じゃあ好きな人にはちゃんと好きっているうちに伝えときな。よいしょ。角田大我です。尖ってます。だいぶ丸まった感じですけどね。髪型だけか丸がってんのは。まあでもやっぱね、バレンタインでも制服イベントですか。でも僕はまあ制服で言ったらもう学ランなんで。一番職業イケメンでしょ。バレンタインの人的な。ああ、バレンタインですか。もう甘いの嫌いなんですよね。いつもと格好が違うぞ。はいはいはい。欲しいっすかこれ。ああ、いや、いいっすね。俺もうそういうキャラじゃないっすってマジで。秘密っすよ、まあ、細 TV さんだからっすよ、ね、いつもお世話になってるんで。お願いします。指名ください。お願いします。おお、はい、大丈夫です。いや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 。おはようございます。君の太陽なんで、ちょチャラく行きたいなみたいな、チャラく行きたいよって感じで、はい、やらさせていただいてます。ちょっとこうなんかもう女の子たぶらかす感じの。はい、バレンタインだと思うんですけど、はい、バレンタインのエピソード的な。バレンタインのエピソード、まあこの見ての通り、まあちょっとイケメンなんで、まあ、直結構バレンタインチョコだったりとか、やっぱ学生時代、まあ、もらえるかと思いきや、まあ、ゼロなんですけども、多分ちょっとシャイガール多かったかな。本当は渡したいけど渡せないみたいな。もうなぜかあんまりないんですけど、ここやっと腹開く感じかなみたいな。今日そんなのいつも違う感じ。はいはい。胸キュンゼリフ的なやつを考えたい。胸キュンゼリフ。俺と一緒に青春取り戻そうぜ。あ、いいじゃん。ちょっと恥ずかしい。ちょっと近い。どうも、とちよしです。役職はキャプテン、 CP やらせてもらってます。まあもうずっとね、もう3年ぐらいやらせてもらってるんで、ずっと僕その時高校生の洋服着てて、それ僕なくしちゃって、そしたらまあ実家に連絡したら、まあ中学校の時のあるよって言われて、あの着てみたら、あのまだ全然、あの丈見てください。はい、完璧な。すごく胸キュンゼリフ。いいですか、もうちょこっと愛し合おうぜ。ありがとう。黒崎生徒って言います。毎回イベントの時恒例で女装するのが僕のちょっと決まりかなって感じになってます。なんか僕のお客さんもそうだし、なんか歌舞伎でもいろんな人に声かけられるのが嬉しいなって思います。最後は胸キュンゼリフ的なやつが欲しい。放課後校舎裏で待ってるね。クラブエルフの一ノ瀬アルコです。ちょっと学生っぽい感じって言ったら、まあやっぱカーディガンかなと思ったんで、ちょっとグレーで大人っぽく仕上げてみました。どうですか、着てみて。多分結構久しぶりです。もともとまあアイドルやってたんで、どうす、なんかたまになんか学生制服着てとか、はい、たまにやってたんで、いつも通りかなって感じで。ちょっとなんか胸キュン的なやつ、うわ、得意科目っすよね。来年のバレンタインも君からチョコもらいたいな。あ
あ、来た。アイドルや強かった。バレンタインのイベントっていうことなんですけど、はい、店内の雰囲気ってやっぱいつも違います？やっぱこういう日って常に1日しかないですし、すごく大切なものなので、もう店内もすごく賑わってきて、もうめちゃくちゃねありがたいなと思ってます。まあ、こういうバレンタインとかやっぱクリスマスとかってすごくやっぱホストにとってもめちゃくちゃ大事なので、しかもこういう日って制服とか着るんで見てもらってかっこいいって言ってくれたんで、まあ、すごい嬉しいなって思います。はい、これ学生の時着てて、まあ、着てみたんですけど、実際めっちゃブカブカだなと思って。オールホワイト一番で泣きです。バレンタインイベント他にもすごい、なんかみんな学生って、なんかそれこそ自分の、ね、学生時代を思い出すような営業になってて、すごいやってて楽しいです。ちなみに、なぎさん、この制服って、はい、学生時代にやったガチの制服って、これはもうなんちゃって制服です。僕はすごい服が好きなんですけど、自分のその持ってる服の中からなんか可愛くて、学生っぽくて、なんかすごい色も可愛いなっていうのを全部集めて今日着てきました。今日のファッションポイントってどこですか？まあ、それこそ下はスニーカーで、みんな多分黒のズボンだと思うんですけど、皆さんと違う白にして爽やかに決めた学生服みたいな感じですね。オールホワイトのゆずきましろです。今日バレンタインイベントってことなんですけど、店内の雰囲気ってどうですか？いつもと結構違いますか？バレンタインっていうのもね、あの年に1回しかないイベントなので、チョコレートっていうきっかけがあったとしても、ね、楽しさっていうのは今日は人一倍なのかなと思います。ちなみにこのマッシュさんのファッションの、はい、今日のポイントってどの辺だと思いますか？僕はもともと私立高校なんですけど、制服が自由だったので高校の時と変わらずベージュ系な陽キャなイメージというか。オールファイトのダーヴィンと申します。今日、バレンタインイベントっていうものなんですけど、はいはいはい、店内の雰囲気ってどうですか？その年に1回しかないイベントなんで、やっぱみんな見に来たいっていう子が多いので、結構忙しくさせていただいてますね。はい、結構盛り上がってます。今日の制服のポイントとかってのあるんですか？制服のポイント、まあ、チャラいのはもちろんなんですけど、チャラめっていうのをまあ意識しつつも、まあ、ちゃんとネクタイはちゃんと締めるっていう、はい、そこはちゃんとつけて、まあ、パーカーでカジュアルに攻めようかな。はい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 、皆様素敵なジャンパーありがとうございます。これから笑顔も一人一人、これから素敵なお子さん、これからも一緒にいましょう。本当に姫様毎度お気に入りでしょう。姫様姫様姫様。ここからはオールホワイトのイケメンたちの胸キュンセリフをまとめてお届けします。トム君とのデートやっぱり楽しいな。ボンボ、あ、危ない。大丈夫？まったくおっちょこちょいだな。マシロくんとのデート楽しみにしてたよ。僕も待ってた、楽しみにしてた。じゃあお店行こっか。うん。あ、そしたらさ、一個お願いあるんだけど。うん、何？この手持ってもらっていい？え？じゃあ行こう、楽しもう。あ、ダーウィンくんだ。あ、いや、どうしたの？こんなところで。いやー、なんかみんなね、その友達とかバレンタインもらってて、この子にもらえたらいいなみたいなのはあったんだけど、うん、その子からもらえてなくてずっと落ち込んでたって感じです。私も渡そうと思ってた人に断られちゃって、ダーウィン君にもらってほしいな。ありがとう、嬉しい、めちゃくちゃ。いや、本当はね、もらいたかったのはちょっと君からだったんだよ。ありがとう。え、本当に？そら、今日一緒に帰ろうか。うん、帰ろう。ありがとう。さっき
好きな人にチョコ渡そうと思ったら断られちゃって。え、じゃあさ、そのチョコまだある？まだカバンの中に入ってるんだけど。ああ、そうなの。そのチョコ俺が食べていい？え、食べてくれるの？うん、てか食べたいし、なんなら俺がそいつの分まで食べて、俺が絶対その分まで幸せにするから。ありがとう。当たり前じゃん、行こう。いいですね、オッケー、ありがとうございます。皆さん、はじめまして、クラブエルフの社長のルカワカエルと申します。代表のロゼです。支配人のハクトタイガです。現在クラブエルフでは従業員を大募集しております。職業イケメンで有名なエアグループの新店舗としてオープンさせていただきました。勢いに乗っているこの店で僕たちと人生を変えませんか？未経験の方でも基礎から手取り足取り僕らが教えます。経験者の方はさらに知名度、売り上げ上げれるような仕組みや広告をしっかり準備してますんで、僕たちに任せてください。リアルにお問い合わせください。連絡待ってます。待ってるよ。待ってるぜ。イエイイエイ。待ってるぜ。